結束機とは、荷物などを結束する機械のこと、梱包機とも言う。機械を用いず紐単体で結束する製品についても、本校で扱う。パソコンなど電子機器内のケーブルの結束や、雑誌類の結束に用いるケーブル体の総称。これは結束バンド、ナイロン体や、タイラップ、インシュロック、SG ケーブル体、ホース体、ジップ体などとも呼ばれる。 で、作業用の固定帳の製品は、バンドの片端にロック用部品が付いており、これに反対側の端を通して結束する。バンドには市場の模様が付いているため、一度ロック用部品を通した部分は逆には戻らず、緩まない。結束した後余った部分をニッパーで切断する。また構造上ロック部とバンド部は同じ型の、 製品であればつなぐことができるので複数個を使うことができれば理論的には限界長は存在しない。結束したら逆に戻らないという性質を利用して口述のように高速具として使う場合もある。また同じような用途でビニールも使われる。ポリプロピレン製のバンドは p p バンドと呼ばれ表面が網目模様になっているものが段ボール箱の梱包に。 よく利用される。手作業の場合は、プラスチック製の固定部品で固定する。表面に光沢がある、自動結束器用ヒモフローレンは、CI 化星の登録商標である。物理的、化学的特性大摩耗性、耐油性、耐有機性、耐光性、耐熱性、耐低温性、難燃性、耐薬品性、耐電防止特性、耐放射線性といった、物理的、 科学的な特性を持った種類が揃えられている。一つの製品に複数の体勢が備わっていることが多い。分類用結束紐も何種類かの色が付けられていたり、文字を書き込めるラベルが付いていたりして、結束した電線等を用途別に識別できるように工夫されている結束紐もある。パンドイトの結束工具 GS2 バイトテンションケーブル対応の手動結束機には、 自由調ケーブル体を個別のロック部品で締め付けてから切断するタイプと固定調ケーブル体を結束対象に手で仮止めしたものを締め付けてから切断を行うだけのタイプの2タイプがある。前者としてはミレ工業株式会社のシめシめシリーズ3ワサプライのケーブル結束機キャブド1が代表的であり、後者としてはヘラマンタイトンのタイメートシリーズパンドウイットの GS2 バイト等が代表的である。しめしめシリーズには、しめしめ33、しめしめ45、しめしめ452、しめしめ6十2しめしめ60、しめしめ80、しめしめプロなどがある。ケーブル対応の自動結束機のハンディ製品としては、ヘラマンタイトンの AT2000 や AT2060、ナスデンのクルック ET-5100 が代表的である。 これらはヘッド部の大きさの制約ため対象は主に電線等のみであり雑誌類の結束は不可能である自由帳型の手動結束機用のケーブル体はバンドとロック部品が別になっており結束に使う長さだけを出して結束することができるためバンドの無駄が少ない固定長型の手動結束機と蒸気の自動結束機用のケーブル体は あらかじめ規定の長さにカットされているため余りが発生することになる。段ボール箱の梱包などには手持ち式の PPE バンドの自動梱包機が利用されており、バンド溶着、バンド切断などの機能部分は電動の製品が多いが、バンドの締め付けは手動でレバーを動かす製品と電動もしくはエアで締め付ける製品がある。また電動タイプには、 高度式とバッテリー式がある。梱包機を使用する場合のバンド接合は、熱溶着もしくはバイブレーション溶着が主である。なお、右の写真は末置き型の半自動梱包機、または自動梱包機に分類される商品のものだと思われる。ポリエチレンバンドや帯鉄を使ったものもある。農業用としては、野菜類を結束して出荷するための野菜結束機が存在する。 コンクリート工事の際の鉄筋の交差部分を結束するものとして鉄筋結束機がある。これは針金を使用する。鈍子鉄線にて鉄筋を結束するハッカーと呼ばれる器具の代わりに使われることがある。手錠のような高速具の代用品としても利用される。外国の兵士や警察官がベルト周りに複数のケーブルイをぶら下げていることがある。これは 金属製のものよりも安価で軽く何本も携帯でき、暴動やテロリストによる立てこもり事件などで複数人を拘束する際に便利なためである。また、装具の仮固定といった他の用途にも使うことができる。拘束を解く場合はナイフなどで切断する。アメリカでは警察官が使うものには拘束執行責任を明確にするため個人番号が入れられている。ありがとうございます。